新年明けましておめでとうございます。おめでとうございます。はい、もう2014年がスタートしたということなんですが、2013年はですね、e-girls にとってすごく初めて尽くしな、1年になりました。ファーストアルバムが、1位を獲得し、そして、昨年の年末には紅白初出場ということで、本当に私たちにとって夢が叶う瞬間がたくさんあった1年になりました。そして2014年は、私たちのテーマは結束力ということで、みんなで結束力を高め、そして士気を高め、みんなで、e-girls という地位を確立していきたいなって思っております。3月にセカンドアルバムが、リリースされることが決定しております。そして、7月18日からは初の、アリーナツアーが、スタートします。このツアーもまだ単独ツアーを私たちしたことがなかったので、本当に夢のステージでもあるんですが、ここからまた新たなステージが、踏み出せるように頑張っていきますので、こちらのアリーナツアーも、楽しみにしていただければなと思います。私はですね、シンプルにe-girls のこうアリーナツアーが成功するようにと、あと e-girls がもっともっと飛躍するようにと、あとは私今年翻訳なので、健康でいられますように願い事をしました。やっぱり e-girls のアリーナツアーの成功と、そして今年新成人になるので、もっともっと自分自身しっかりしてみんなと引っ張っていけるような立場になれたらなってお祈りしました。セカンドアルバムヒット祈願、そして、アリーナが成功しますようにとお祈りしました。そして個人的には、e-girls のリーダーとして、みんなを引っ張っていけるパワーをくださいというふうに祈りました。アリーナツアーの成功と、あとアルバムのヒット祈願っていうのはもちろんなんですけど、あとは個人的にも、もっともっと、なんだろう、自分にしかできないことだったりとか、なんか自分のキャラクターとかをもっともっと、確立できていけたらいいなというお願い事と、あとは本当にシンプルに幸せな一年になりますようにっていうふうにお願いしました、はい、私もアリーナツアーの成功と、そして藤井姉妹での、こうやって e-girls で活躍させていただいているので、今年はもっともっとお父さんやお母さんに親孝行できるように2人で頑張っていきたいなと思い、もっともっと e-girls でたくさんのことができるようにとしました。両親もすごく喜んでくださってますし、やっぱり何よりもこう、もう日本中の皆さんが見てくださってるんだなっていうのをすごく感じましたね。こうなかなかこう連絡を取り合うことがなかった友人だったりとか、本当にたくさんの方に、会う方に紅白おめでとうっていうふうに言っていただけたので、やっぱりこうすごい番組なんだなっていうふうにも思いましたし、やっぱりこう出場するっていうことはすごく名誉のあることで、やっぱり今年もそこはリアルに狙っていきたいなっていうふうに、初出場で終わるんではなく、毎回こう声をかけていただけるような、楽曲もそうですし、グループとしての存在もこう確立していきたいなっていうふうに改めて思いました。出場してから何かありましたかって言われたから、そういえば出場してから家出てないなと思って、アミちゃんお友達がね、そういないからあんまり付き合ってないから反響あんま分かんないなと思っていやもう本当にどうしたらいいんですか。でも本当にみんないい子で明るい子たちなんで、なんかあまりかしこまった会議とかではなく、普段のみんならしさっていう中で、どれだけみんなのアイデアだったりみんなの考えをどれだけ大人の人に伝えていけるかっていうこともあるので、まずは本当にみんなで仲良く、やりたいことは何だろうかとか、アイデアの出し合いっていうのをやっていくことで結束力は高まっていくのかなと思います。あとはもう本当にコミュニケーションをたくさん取っていきたいなって思ってます。年齢の差はすごくあるんですが結構でも楽屋ではそういうのが多いよね、気がついたらなんかちらほら違うところで恋バナが始まってたりとか妄想のそうお菓子食べながらとか結構ありますね。e-girls は別に恋愛禁止ってわけではない。違いますね。じゃあないですね。じゃあそういうお願いは皆さんしなかったんですか。してない。しました。した。何でしたの。幸せになりますように。あ、そういうことね。一番若いのが13歳。そうですね、はい。半分です、ちょうど。悪いやあなたも変わらないですからね。そうですね、私ももう今年で27歳になるんで、
ちょうど27。そうなんです、それは納得の貫禄だわ。いや何もないですけど、おかん、あなたたち産めないからね、まだね。いや、わかんない、うん、でもこんな年齢差があるグループもなかなか、でももしかしたら今年とか、はい、もっと下が入ってくるかもしれない。そうなんです、小学生が、あの、LDH っていう事務所にあの EXPG っていうダンススクールがあるんですけど、みんなそこの出身者なんですよ。なんであのドリームハピネスフラワーっていうグループ以外にもそのスクールから上がってきて e-girls になるっていう子たちもたくさんいるので、うん、新メンバーはもういつ入ってくるかわからない状態なの、うん、もう次若い子何歳が入ってくるんだろうね。わかんないよ、もしかしたらさ28歳の子が入ってくる。あ、逆に、逆に、それ嬉しい ね、うん、嬉しい。なんかいつか e-girls オーディションもしたいね。そうだね、そういうこともちょっと偉いこと言ってしまったかしてみたいですね。なんか意見とか、このままでいいか、なんかありますか。お母さん、お母さん、お母さん、そうだね、お母さん、結構な、そんな悩みとか相談したいし、しやすいタイプで、ね、なんかすごい包容力がある。そう、包容力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 。なんかリーダーっていう風にヒロさんに決めていただく前からもう本当にリーダーみたいな感じで、もうみいつももうみんなに気を使うし、みんなに目を配るしっていうのがあやちゃんだったので、なんかこうヒロさんがじゃあリーダーをあやちゃんにって改めてこうつけてもらった時にも、もうみんな全員一致で、うん、そりゃそうだよね、リーダーはあやさんですよねっていう感じではありましたね、じゃあ皆さん納得づくということですね。そうだね、はい、涙が出ました。反対してんじゃないか。まだ言うな。私は一番大賛成ですよ。お世話になってて、ね、ありがとうございます。馬年ということで、はい、馬にかけまして、はい、今年の抱負をまとめていただければと思います。なんか漫才師みたいな。お得意のですね。得意じゃないですか、そのまとめ。めっちゃ得意だ。今お話し合い中。整いました。はい、整いました。はい、はい、今年もですね、イーガールズはうまいところ取りの一年にしたいと思います。うひひひ。すごい。噛んでたし。ね、本当に嫌なんですけど。すごい無茶ぶり、ありがとうございます。